ブーヒーエン、ブーヒーエンは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ネッカーイコールオーデンバルト軍に属す、都市。ブーヒーエンは、オーデンバルトの南東端が、バウラントに移行する場所、リーメス沿いに位置する。この町は、大都市マンハイム、ビュルツブルグ、ハイルブロンが形成する三角形の中に位置し、バルデュルンやオスターブル県に隣接する。 また、標高250メートルから500メートルで、ネッカイイコールオーデンバルト自然公園に含まれる。この都市は、1975年にバーデンイコール、ビュルテンベルク州の市町村再編で、ブーヒエンと周辺の13町村が合併して、発足した。これらはそれぞれ現在の市区となっている。ブーヒエンは、ロルシュ修道院の寄贈記録である、ロルシュ文書中に、 ブーハイムとして773年から774年に初めて記録されている。何度も領主が入れ替わった後、裁判権と大官権がデュルン家に移され、1280年にはこの町に都市権は与えられた。1286年、現在のベーディーヒハイム区にキシュビプレヒトリュットが城を建てのだが、この城は16世紀末にルネサンス様式の城間に拡張された。 1303年と1309年に、ブーヒエンは、マインツ大司教に売却され、その後500年間その所領に留まった。1346年、ブーヒエンは、アモールバッハ、アシャフフェンブルク、ディーブルク、キュルスハイム、ミルテンベルク、ゼーリゲンシュタット、タウバー・ビショフスハイム、バルデュルンと共に旧都市同盟を結成した。ゲッツフォン・ベルリンンは、1525年の、 ドイツ農民戦争の際、現在のムゼウムス法フ、博物館広場で農民兵の狩猟となる意思を誓った。農民の敗北後、旧都市同盟は、領主によって事実上解体させられた。30年戦争では、この町は最初スウェーデン軍に占領された。1634年頃に皇帝軍がこれを奪回した。この頃に大化があり、 百五十三件の家屋が犠牲になった。教会、被災官、粉引き小屋、農場、そしておそらくは城も、この火災の被害を受けた。二百十五人の市民と十六人のユダヤ人のうち二十九人の市民、五人の未亡人、二十六件の家が戦火を生き延びた。農地は荒れ果てた。七百十二年から七百二十年に、ヨハンやコプリッシャーによって、 ベーディヒハイムにリュトフォン・コレンベルク家の新しい城が建造された。1717 17年、落雷によって市中心部で壊滅的な大火災が発生した。1803年、ナポレオンの意を受けた帝国代表社会議主要決議の執行により、ブーヒエンは来人間公領に移管され、1806年にはバーデン大公領となった。 1848年から1849年のバーデン革命はブーヒエンでも支持者があった。マインツ大主教領時代からすでにブーヒエンには官長が置かれていた。行政の中心地としての地位は来人間公領、バーデン大公領となった後もそのまま据え置かれた。1938年には別クスアムとブーヒ園、別クスアムとは地方行政単位から、 ブーヒエン軍が発足した。1938年のユダヤ人排斥では、ブーヒエンとベーリヒハイムのシナゴー軍も破壊された。その後の強制追放により、1933年には34人いた、ユダヤ人のうち、少なくとも13人が命を落とした。1973年、軍の再兵により、ブーヒエン軍は廃止され、 ブーヒエン氏は新たに成立したネッカーイコール、オーデンバルト軍に編入された。1986年には、ブーヒエンで、初めて、バーデンイコール、ビュルテンベルク共同会議が開催された。市町村合併の枠組みに従い、1975年までに13の町村が、お互いに、あるいは、ブーヒエンと合併した。ブーヒエンの市議会は29議席からなる。 2006年2月からローラントブルガーがブーヒエンの市長を務めている。彼は以前1991年2月からオスターブル県の市長であった人物である。全民の市長はネッカーイコールオーデンバルト軍の軍議会議員になっている。ブーヒエンはネッカー側とマイン側の中間に位置する中級中心都市であり、その経済構造は主に製造業、商業、手工業、 サービス業からなり、これらの企業が拠点を構えている。また、軍立ブーヒエン病院や老人ホームもいくつかある。ブーヒエンは、修道を使って、アーデルスハイム、オスターブル県ンインターチェンジ、南方面から、または、連邦道、B27 号線を使って、タウバービショフスハイムインターチェンジ、北方面か、連邦アウトバーン A81 号線にアクセスする。 アウトバーン A6 号線のジェンスハイムインターチェンジには、連邦道 B292 号線及び B27 号線、南西方面を利用する。ブーヒエン駅は、ゼッカファミルテンベルク線、マドンネンラント鉄道とも呼ばれるの駅である。同じ路線には、ブーヒエン東駅もある。この路線を、西フランケン鉄道が利用している。 この他の公共交通機関としては、ラインイコールネッカ交通連盟のバス路線が運行している。シュトットガルト空港及びフランクフルト空港がそれぞれ 100km の距離にある。最寄りの飛行場はバルデュルン飛行場である。また、最も近い港湾施設はベルトハイムにあるマイン川の港である。ブーヒエンはモースバッハ地方裁判所管区ブーヒエン区裁判所の 所在地である。また、ブーヒエンには、フライブルク大司教区のオーデンマルトイコールタウバー、地方事務所がある。この事務所は、モースバフハイコールブーヒエン主席司祭管区及び、タウバービショフスハイム主席司祭管区に属している。ブーヒエンには、技術、情報系の専門学科を有するギムナジウムを備えた、実家学校、一般教養課程のギムナジウム、 社会教育学の専門学校、家政科学校のほか、多くの基礎学校、本科学校、実業学校、特別学校が存在している。ブーヒエンには、南西ドイツ放送の通信局がある。また、1951年から、市の北東部、バルデュルン通りに送信施設、ブーヒエンイコールバルデュルン送信所が設けられている。 1993年まで 1485kHz の中波放送が発信されていたが、1993年に中波放送の送信施設が廃止され、超短波放送のアンテナが設けられた。ブーヒエンは多くの見どころが沿道にあるジークフリート街道沿いにある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。